今クロック500で動かしていて、室温が27度ぐらい、まあ60ぐらいですね、60前後。ファンの回転数は3360で、チップ温度58度前後です。こんにちは、谷口幸太郎と申します。本日は仮想通貨マイニング用の ASIC の改造をする動画を作ろうと思います。まず改造用のパーツを買ったので、その開封からしようと思います。これ買ってみたのはいいんですが、結構音がうるさくて、まあうるさいと言ってもめちゃくちゃうるさいわけではないんですけど、壁を越えてまではうるさくないんですけど、その部屋の中ではもううるさいっていう感じですね。まあそれで音を静かにするための改造をいろいろ検討して、思いつくこと結構試したんですけど失敗続きで、こいつの音がうるさい原因はこのファンなんですよね。このファンの性能が6000回転まで回るすごい性能のファンがついていて、ただこいつが大体3500回転ぐらい以上になってくるとちょっとうるさく感じてきます。まあ3000回転超えないでほしいっていう感じですね。でまあ箱に入れて動かすとかいろいろ試したんですけど、箱に入れるとすごい静かにはなったんですけど、熱がこもっちゃって結局チップ温度がすごい上がっちゃったんですよね。それでダメだなということで、箱買ってきてドリルで穴開けたりとかして頑張ったんですけど、まあ、ただ穴の開いた箱を手に入れたっていうまあ残念な感じでしたけど。でここのファンうるさいから、もう静かなやつに交換しようと思って、静かなファンっていうのがなかなかないので、普通のファンを2個合体させて、で時計回りと半時計回りのファンを合体させて二重反転プロペラっていうやつにしたら6000回転並みの能力を発揮するんじゃないかなっていうなんか期待で、あんまりそういう詳しい人ならそれでどれぐらいの能力になるかとか分かるのかもしれないですけど、もう私はもう実際にやってみて確認したんですけど、全然ダメでした。まず音がうるさいですね。二重反転プロペラは結局音がうるさくて、ただ、まあ、効率はいいような気がしますね。風はすごい強い風がバーって出たんですけど、やっぱ結局音がうるさいっていうのと、まあ、あと、まあ、結構強い風は出たんですけど、まあ、こいつの3000回転台ぐらいですね。こいつの本気には全然及ばなくて、だから温度が本当に上がった時に能力が足りなくなるなっていうところで、なのでいろいろ試して、今出た結論としては、まずこのノーマルの姿は維持する。このファンはもうつけたままで、で、このファンの回転数を上げないように、なんか助けるような改造をするっていうのが、まあ、いろいろ試して至った、まあ、結論みたいな感じですね。まあ、ちょっと前置き長くなっちゃいましたが、じゃあこれちょっと開けます。まずこれファンガードですね。シルバーストーンの FHP141VF というファンです。あと 120cm のファンガードです。まあこの3つですね。これはオールテックのファンガードで、こっちはなんかブレットっていうやつですね。オールテックのはこのネジもついてるのでちょっと分かりにくいですけど、ネジ付きです。まあ、今開封しましたけど、もう一回試してるので、これ追加で買ったものなので、この改造がうまくいくことはもう分かってます。なので、まあ、改造していく様子を撮ろうと思います。じゃあ、これ開けます。まあ、このファン選んだ理由としては、38ミリのファンで、能力がすごい高いんですよね。173CFM っていう風量を持っていて、これが結構でかいです。で回転数は2000回転なので、まあこいつの6000回転比べればすごい少ない回転数ですけど、風の送る能力はかなり高い。ただまあこいつに交換試したんですけど、こいつでは全然冷やせませんでした。ただ
こいつを助けるためのファンとしては結構使えるという結論になってます。これ14センチのファンなんですよ、まあ、だから風量が多いんですけど、14センチのファンなのにネジの穴は12センチの穴が開いてます。そこが結構いいところです。であとリバーシブルエアフローってことでプロペラを逆回転させることができます。それもいいところです。なぜかというと、いろいろ実験したんですけど、これも実験した結果なんですけど、このプロペラの近くに、なんか網とかがあると風を切る音がすごい出るんですよね。でなので、こっちにつけるのとこっちにつけるのでちょっと音が変わってきます。でこっち側、このモーターがついてる側っていうか、こういうこのなんか枠のある側の方がプロペラよりちょっと離れてるので、こっちに網があってもそんなに音うるさくないんですけど、こっちだとうるさいんですよ。だからこっちにつけたいんですけど、となると風向きがまあ限定されるじゃないですか。こっち向きなんですよね、風向きは。普通のファンはこっち向きなんですよね。だからこっちに風を送りたい場合は、まあ、こっちにつけるしかないんですけど、こいつは逆回転できるんで、結構自由度がある。こっちにつけても風はどっちにでも送れるんで、うるさくないつけ方ができるっていういいところがあります。風の方向を反転させるスイッチですね。これを取り付けることで風向きを逆にできます。で、あと、これが、ファンを取り付けるためのゴムのネジみたいなやつですね。この付属品もかなりいいです。これは使います。あとこの付属品が12センチの穴なんで、これを14センチにするためのパーツですね。これファンガード14センチ用の買ってます。14センチ用のだとこのネジの穴が合わないんですよ。これ12センチなんで12センチ用のファンガードが合うんですけど、ちょっと隙間ができるんですよ、ここに。やっぱりで、私ファンに指を入れて手を思いっきり切ったんで、こんなんじゃ意味ねえなっていうことで、14センチのファンガードを取り付けます。で、14センチのファンガードを取り付けるためにまずこれを取り付ける必要があると、じゃあ取り付けます。これこんな感じで取り付けます。ちなみにこいつの収益ですけど、元取るのに多分半年ぐらいかかるんで半年ちょっと怪しいですね。半年でも元取れるのか分かんないですね。元取れない可能性もあります。だから、仮想通貨が欲しい人は仮想通貨買った方が安い可能性もあるんですけど、まあ、魚釣りに行くために釣り竿を買う金あったらその金で魚買った方がいいんじゃないかっていう話になってくるんですけど、まあこれ買った人が、まあこれ釣り竿を買ったようなもんなんで、まあそんなこと言うなよっていう感じですね。まあこれで釣った魚は美味しいかもしれないという感じで、もう完全に趣味ですね。で、4箇所取り付けました。このファンガードをつけます。あ、先にコネクタをちょっと改造します。このコネクタなんですけど、ちょっとこの棒、この部分がちょっと邪魔でさせないのでちょっと改造します。この彫刻刀でちょっと削ります。ちょっと撮影しながらだと難しいので、ちょっと説明だけして、削るとこは取らないですけど、ここを削り取ります。この棒ですね。じゃあちょっとこれ今削る前っていうことで、削り取りました。彫刻刀で削りました。取り付けました。で、これやってもやらなくてもいいんですけど、まあ、せっかくなんでこれ色変えようかなみたいな。じゃあこれも交換しちゃおうと思います。ネジも黒にしたかったんですけど、ネジはちょっと売ってなかったんで、まあそのままですね。交換しました。まあ別に色が変わっただけです。次このパーツですね。これを
こっち側につけます。つける場所なんですけど2パターンあって、一番下かちょっと上かっていう2パターンあるんですけど、あの中の基板の冷却フィンが結構下の方に集中しているので、ファンはまあ、あの上につけるか下につけるかならまあ下の方につけようと思います。まずここの一番端ですね、ここの角にこうねじるような感じでこうやって入れます。外すときは引っ張れば取れるんで、これ結構いいです。こんな感じでつけます。ここですね、上から2番目ですね。上はで、こっちは右から2番目で同じ高さのところにつけます。下から2番目で右から2番目のここですね、2番目でのここですね、4箇所にこのゴムのネジみたいなのを取り付けます。このパーツ結構よくできてて、結構しっかり固定できます。あとはこれ引っ張ればつけれます。こんな感じ引っ張ります。これでつけれます。これで取り付けできました。このままだと風向きがぶつかってるんですよね。なのでこのスイッチをつけます。コネクタ挿すだけです。でスイッチをこうやって入れておきます。で、このファンのコネクタをここに刺します。こんな感じで刺さります。さっきあの削って刺さるようにしてあるので、ここに刺しました。これで改造は完成です。ダブルで、じゃあ早速動かそうと思います。改造後ですね、部屋の温度が26度でまあ60前後ぐらい、60ぐらいですね。ちょっと私の声に反応しちゃってますね。これなんかあんま変わってないですね。クロック500でファン1が3360でファン2が1080で回ってます。まあ6000回転の能力のやつ PWM 制御で半分の回転数にしてるんで3000ぐらいで、後ろのはもともと2000ぐらいなんで、まあ半分で1000ぐらいになっていると。チップ温度が57度前後、マイナス1度ぐらいにはなりましたね。ファン1の回転数が落ちて、音が静かになるところを映したかったんですけど、まあチップ温度が1度下がったっていう感じですね。昨日ぐらいからちょっと天気悪くて、もともと気温も低いので、伝わりにくいんですけど、一応あの別な日にやった時はあのつけないものよりもつけてるものの方が回転数が下がったのが見れたので、まあ、効果あると踏んでたんですけど、ちょっと怪しい感じありますね。まあでもマイナス1度になってるんでどうなんですかね。でも部屋の温度もマイナス1度ぐらいになってた気がするんで、ちょっと劇的な効果を見せたかったんですけど、パッと見あんま変わんねえんじゃねえか感もありますけど、まあ少しはマシになるんじゃないかっていうレベルですね。あの見た目変わったのに対してちょっと結果があんまり変わんなかったのが残念ですけど、アントマイナー Z4 ミニを使ってる人で、まあ、音量気になってて改造したいなって思ってる人は何かの参考にしてもらえればと思います。ただあのコネクタを削ってつけてたりとか、もう完全に保証外の改造をしてるので、まあ、あの真似するのは自由ですけど、あの真似しない自由もあるので私は責任取れませんという感じです。以上です。バイバイ。撮影終わってからちょっと回転数が一段落ちたのでもう一回撮ってます。まあ 59.5 前後みたいな、ちょっと59ぐらいになりましたね。ちょっとチップ温度58度前後になってますけど、まあ、回転数がちょっと落ちましたね。